の来た。めちゃめちゃでかいの来た。ザンドの捨て場こんな撮影することないからな。やばいんですよ。うわ見て、やべえ、すごいの来たぞ。やばいっすね。あれ、あのでかいトレーラーもここですか。わお、あれ23トントレーラーっていうんですか。23トン。これで収まりきるんですかね。ちょうどいいぐらいですか。あー、あふれるぐらい。やっぱ何気に12トンとか10トンと比べるとバックが難しそうなんですね。スピード感がそうなんですよね。全部トレーラー乗ったことないから本当わかんないですけど。やべえ、すげえわ。結構重たかったですね今。やばいやばいやばい。これすごいな。杉山さん、杉山さん、あと3台いきます。トレーラー、はい、3台いきます。あとおっと、また来ました。あれは誰だ。今内藤さんが来ております。杉山さんから見て内藤さんはすごいかっこいいみたいです。イケメン、イケメン。絶賛しております。いや、ちょっと前側から撮ってみます。渡しておきます。渡しておきます。はい、観光ですか。はい、観光、観光。観光できたの。あ、観光。撮影できてますよ。あ、内藤さん、杉山さんが内藤さんのことめちゃイケメンって言ってましたよ。なんか好きって言ってましたよ。なんか好きな感じって言ってましたよ。あと2台ですよね後ろ。あ、単車2台もある。あ、トレーラーだって高橋さんと宮台さんですよね。了解です。杉山さん、内藤さんからです。自分がもらってきちゃいました。
杉山さんがナイトさんに話しかけるもんだからダンプアップが遅くなってます。高橋くん来ました。もうちょい前って、もうちょい前だって。高橋くん、宮台さんとどんぐらい離れてます？もうすぐ。あ、本当ですか？了解です。されてます。すいません。あ、全然ついてないですね。
宮台さん来た。最後のえ、それ詰めかけんすか、詰めかけるんすか、はい、あーそういうことですね。明日も一緒っすか、はい、明日も一緒、いや明日はない。あーそうなんですね。あそうじゃん、あそうだすいません、お疲れ様です。あーそうなんですね。あ川越に残土を捨てに行ってるんすか、はい、あーそうなんですね。来週から1週間やってみた。あ見たいですね、見たいですね。宮台さん最後ちょっと乗っからせてもらいます。はい、ありがとうございます。最後宮台さん来ましたと同時に単車も来ましたよ。はい、まだですか。合わせてくれてる。おお、ちょっとずれてるかな、大丈夫か。おい、渡辺さん、すいません、ごめんなさい。今トレーラーダンプと全部降ろさせてもらったんですけど、今日すいません、一日お世話になりました。もう1時間ぐらいさせてもらったんですけど、はい。ここまたちょっと、また取りに来させてもらっていいですかね。はい、今度多分、あれ、1ヶ月後ぐらいですよね。すいませんけど、ありがとうございました。すいません。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい。サマンサーは礼儀正しいですか。ありがとうございます。社長にも伝えておきます。お疲れ様でした。お疲れ様です。伊予さん、すいません。これにて撮影ちょっと終了ということになりましたので、すいません。今日一日お世話になりました。また撮りに来ていいですか。来させてください。すいません。ありがとうございました。お疲れ様でした。